MKS はフォードが製造し、リンカーンブランドで販売していた自動車である。2006年の北米国際オートショーに出品されたコンセプトカー、MKS コンセプトをルーツとし、その後市販仕様が発表され、2008年6月に発表、発売が開始された。販売は北米だけにとどまらず、韓国などでも行われている。生産はフォードモーターのイリノイ州シカゴ工場。 2006年に生産が中止されて空白となったリンカーン LS の後継者という位置づけであると同時にリンカーンブランドの世代における最上級車種という役割も担う。プラットフォームはフォードトーラスと共有。エンジンはリンカーン m k x と共通3.7リットルの V 型6気筒を 搭載するが、トーラスと共通のハイパワー版 US 出力は 273PS に引き上げられている。駆動方式は、基本は FF で、プラス2000ドルで 4WD も、選択可能。サスペンションは、フロントにマクファーソンストラット、リアにマルチリンクを採用する。最上級セダンらしく、AFS 付きディスチャージヘッドランプ、リアビューカメラ、フルオートエアコン。 イモビライザー付きキーレスエントリー、レザーシートなど盛りだくさんの快適装備が設定される。2016年をもって生産終了となった後継車種はコンチネンタル。ありがとうございます。